二条院、佐ぬ土佐光邸が、芝山持と余筆、文化五年版百人一種二条院佐ぬ頃から1217年以降、は、平安時代末期から、鎌倉時代前期にかけての歌人である。女房三十六河川の一人。父は、源頼政。母は、源の人白井の娘。同母兄に、源の中綱があり、いとこに、義衆門院単語がある。 内ちさぬき、中宮のさぬきとも称される。二条天皇即位と同じ頃に代理女房として出資1五十九年以降たびたび代理和歌会に出席し代理歌壇での評価を得た。この時期の歌が年へ歌演唱に代表作として言及されている。この後二十代半ばから四十代後半にかけてのさぬきの動静については大きく分けて二節あり。 両節の隔たりは大きい。1172年に河川落書で高く評価されると、花壇とのつながりは保っていたようだが、1200年の書道百種で数十年ぶりに花壇への本格復帰を果たした。この頃にはすでに出家している。晩年には父、よりまさの書領であった若狭国宮川保つの自当職を継いでいるほか、伊勢国の書領をめぐる訴訟で高齢を押して、 鎌倉出所の旅に出る等の実績もある。これらを縫って、歌人としての活動は継続し、1216年の代理歌合わせまで健在だったことが確認できる。潜在は歌集以降の直線集、俗死歌集、今戦集等の四戦集、歌集、二条院佐野期集等に作品を残している。金吾の九伝のうちに、 女房の古日に剣美の懐がみなき時は、小ら川院の人難を歌合わせとお座にぎてはべりけるに、さぬきさんたりけるに扇を差し出して、台をたまわりけるとかや誠にある中に際も立ちて、意味く見えたりけると難さるはべり、藤原定家、具比章千五百番歌合わせに、冬の歌に上院さぬきよに振るわくるしきものを、牧の矢に安くも過ぎる初しぐれなり、新古今和歌集牧、 第六等歌ストクインに百種の歌立て祭りけるとき、落葉の歌とて読める、後退ゴン大ダ春税まはらなる巻の板屋に音は、してもらぬしぐれや、この花なるらん環境劇あられと言える心を読みかしづける、左近中条義常さゆる夜の巻の板屋の毒根に,に、心くたけと、あられふるなり、潜在和歌集巻、第六等歌清々ふるもうさらにしぐれの宿りなり、小村グラカミも穴ほ定めあるよの、 しぐれかな神経よにふるもさらにしぐれの宿りかな。葬儀しぐれのみいわばひげある葬儀かな。祖道よにふるもさらに葬儀の宿りなり。場所よにふるも、さらにぎぞらの宿りかな。丹々よにふるはさらにはせおの、しぐれなり。井上しろをしぐれるるやわれも、個人の夜に似たる、武尊宿りき石こいと言える心を二条院さぬき、我が祖では遠漢に見えぬ沖の石の人こそ知らぬかは、熊もなし。 潜在和歌マキ第十二連歌にありがとうございます。